どうもリノスマンでございまーす。皆様本日もご覧になっていただいて本当にありがとうございます。今日の日付なんですけども、今日はですね、撮影日、12月19日日曜日です。はい。いやー、もうなんかね、昨日土曜日、だから18日はなんか全国的にすごい寒かったしね、青森県もね、ついにっていうかまあ、降ってるんですけど、雪は、昨日はかなり寒かったしね、雪もすごく降って、すごい荒れた天気でね、大変でしたね、昨日は。はい。ということで、今日の動画なんですけれども、パンツを買いましたということでやっていきまーす。最近ね、またパンツ類、パンツを、3本、購入したので、それをですね、紹介したいなと思います。はい。じゃあ行こうかな。まず1本目です。はい。こちらでーす。はい。クックマンの、カーゴパンツになりまーす。クックマン。クックマンの、シェフパンツはね、すごく好きで何本も持ってるんですけれども、このね、看護パンツタイプ、だからサイドにポッケがついてるやつですね、両方に。はい。このタイプは、持ってなかったので、これ安かったんで、買ってみました。どんなもんかなと思って。うん。お値段がね、もちろん中古です。もちろん中古で。お値段がね、1800円だったんですよ。1800円。うん。だその値段だったらいいかなと思って買いました。はい。でね、サイズなんですけども、シェフパンツはね、僕、パンツ類は L を履いてるので、同じでいいかなと思って、これもね、L を買いました。うん。まあ、L を買いましたという L だったんで、うん。でね、まあ、シルエットとか、まあ、僕の私的な、意見っていうか、見解なんですけども、履いてみた感じなんですけども、なんかね、シェフパンツよりも、ちょっと細いかなという感じでしたね、感覚的に。うん。まあ、気のせいかもしれないですけどもね。まあ、もちろん中古なんでね。まあ、どうなんだろう。何回かこう、選択を重ねていけば、まあ、多少変化があるのかな。まあ、変化が出るような素材ではないと思うんですけどね。なんかね、僕はね、そういう風に感じましたね。はい。こういう感じですね。はい。いいですよね。うん。ちょっとね、着画っていうものがね、ないので、ちょっと商品紹介だけになってしまうんですけど、これをね、購入いたしました。はい。すごいね、シェフパンツもそうなんですけど、ウエストがね、このドローコードね、縛れるタイプなんでね、すごく履いてて楽ですよね。うん。さっと履けて、さっと脱げるんでね、これは本当に便利なアイテムだと思います。はい。何よりもね、この看護パンツタイプは、このね、サイドのポッケのところにね、このブランドのタグがついてるんで、これがワンポイントになっていいですよね。シェフパンツはね、お尻についてますけどもね、これはサイドについているタイプです。はい。これまず1本目です。はい。で、2本目なんですけども、こちらです。またまた看護パンツなんですけども、はい。ロスコのこれは看護パンツです。BDU パンツですね。はい。このね、このカーキのね、カーキっていうか、オリーブか。うん、オリーブの、軍パン。まあ、BDU パンツ。うん、これはね、10代の時以来ですね、買ったのは。うん、ずっとね、まあ、欲しかったんですけどもね、なかなかね、巡り合いがなかったので、まあ、購入しないで来ましたね。うん、この色のパンツはね、好きで結構履くんですけども、スウェットパンツだとかね、ジョガーパンツだとかね、いろいろ持ってて履くんですけども、このカーゴパンツがね、実は最近は持ってなかったのでね、ずっと欲しかったのをようやく購入できました。しかも、ロスコということでね、まあ全く、文句のない一本だと思いますね。はい、シンプルですね。はい。でね、3本目なんですけども、なんか、ロスコ、これが見つかった時に、同じタイミングでね、これのネイビーも見つかっちゃいました。ネイビー。ということで、3本目はね、ロスコの看護パンツネイビーです。BDU パンツですね。はい。まあ、なんて言うんですか。まあ、言っちゃえば、黒も欲しいんですけど、黒はね、だからさっきの
ックマンのやつがあるじゃないですか。あのクックマンのやつを買っちゃったので、うん、どうしてだったらはちょっと違うこのネイビーということでね、まあ一つねネイビーを買って思うことは、これあのうちの嫁に、はい、あの試着してる段階で、あの作業着みたいって言われました。まあ何言ってんだよね、わかんねえやつがなって感じですよね。まあ本当にねネイビーを使い勝手がいいんでね、僕はね、まあ例えばグレーとネイビーを制するものはファッションを制すと思ってますね。このね、なんていうんですか、だからグレーとネイビーをねかっこよく着こなす、履きこなす人はね本当におしゃれだなと思っています。はい、ということでね、なんかねさっきのねこのオリーブと品番は同じなんですよ。このネイビーとオリーブ品番同じ。うん。品番何だったっけな。何だったっけな。そう。RN37572。うん。なんですけど、こっちはね、ロスコ BDU ってタグに書いてあるんですけども。なんかね、違うんですよね。品番同じなのに。こっちはね、ロスコちょっとね、消えかかってるんですけども、ロスコウルトラフォース BDU ってなってるんですよ。うん、なんで品番一緒なのに名前違うのかなっていう感じですね。確かにね、なんか、素材感が若干違うんですよね。うん、あとね、こっちの方がね、なんか、ふくらはぎっていうかね、ここにポッケあるじゃないですか。その下にもポケットがついてるんですよね。だからちょっとこれ違うんですよね。うん、届いた時にね、見てみてね、あれこれだっけかなっていうような感じだったんでね、ちょっとねこれはまあ買った商品に文句をつけてるわけじゃないんですよ。うん、これ僕が欲しかったタイプとはちょっと違うなっていう感じでした。でこれを買った後にネイビーを買ったんで、そのこのネイビーが届いた時に、いややっぱりこれだと、僕が欲しかったのはこれだっていう感じでね、これはさっき言った下の方にはねポッケがないんですよ。このサイドについてるだけなんでね、うん、でね素材感もちょっと違うんですよね。うん、だからねこっちの型っていうかタイプでオリーブも欲しかったっていう感じですね。まあまあそれは全然もうこれでもいいんですけども、全然ねこれをまあとりあえず履きます、履いていきます、ね、はい。これもね実はまだちょっとね履いてないので、ちょっと着がはちょっとないんですけども、うん、まあこれも物だけちょっと紹介させていただきました。はい。ということで今日ですね、最近買ったパンツ類を紹介させていただきました。クックマンと、ロスコですね。クックマンとロスコ、うん、ということで今日の動画がですね、ちょっとでも面白かったという方はですね、ぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、じゃあ今日も最後まで動画ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。バイバーイ。